ですね、2012年の初めに妻と子供と阿蘇市に移住してまいりまして、で当初はですね、この場所が気に入って阿蘇に引っ越してきたんですけど、こういうお店を将来的にやりたいなっていうこともあってですね、で阿蘇にはそういうお店は一軒もなかったので、でとりあえず熊本市内の、同業他社ですね、アンティークショップに入社して、でそれでいろいろ経験を積んでですね、でここで開業に至るんですけれども、はい、ステンドグラスの製作に興味を持ったのは大学を卒業してからなので、今からかれこれもう14、5年前になりますかね、はい、一番最初はもう趣味が高じてっていう形でですね、制作を始めて、でその後ですね、もう僕はこういう古い伝統技法で作った欧米のこの古いステンドグラスが好きだったので、それの作り方を学びたいなと思ってたんですけど、なかなか身の回りでそれを教えてくれる場所がなくてですね、でそこでちょっとじゃあもう本場に行ってから勉強しようと思って、でフランスに1年間留学して、でそこでステンドグラスのこの古典技法 のスキルを学んでですね、でそれからですね、真剣にこれで食べていこうかなっていうふうに考えたのはですね、はい、熊本市内の同業他社に入社して、でそれから約2年間そこで勤めてですね、でその後もうずっとここの女学校っていうこの場所がすごく気に入っていて、でここの大家さんとお話し続けていく中で、もしここがテナントが空いた時はぜひ僕に声かけてくださいっていうのをずっと伝えていてですね、で僕の予想より早く自分の順番が回ってきたので、でそこで一念発起して創業準備に取り掛かってですね、でそれからの開業になりますね。そうですね、やっぱりこの阿蘇の景観とか普通の一般観光客の方がわあすごいなって思われるような部分を見てですね、僕も移住を決めた一人なので、だからやっぱり住んでみてですね、それがだんだん日常、もうこっちに越してきてから6年7年になるんですけど、結構もう慣れてきてるというかですね、そういう感じもあるんですけど、やっぱりこう仕事で出張で県外行ったりとか、ね、遠く離れてみて帰ってくるときは、ああやっぱり帰ってきたな、よかったなってですね、阿蘇に帰るとほっとしますもんね。やっぱりそれはね、他の地域にはない特別なものが何かがあるんだと思いますけど、はい、はたまたまですね、開業にあたっていろんな手続きの中で商工会に用があってですね、顔を出した時にたまたま隣の部屋に当時の青年部の部長さんがおられてですね、で商工会の方にまだ僕も年代が若かったので、青年部興味ありますかっていう話をいただいてですね、いろいろ手続きしている中で商工会さんにいろいろ協力していただいてたので、それはもうはいって答えてですね阿蘇に移住してからの数年間は熊本市内に通勤で通って市内で働いてたので、こっちでね何年か住んでたけれど、なかなか地元の知り合いっていうのがいなくてですね、で開業して青年部に入ってからですね、一気にその同年代 の仲間が増えて、で一緒にお酒を飲みに行くようになったりとか遊びに行くようになったりとかですね、だから一気に人脈が広がって、だからそれが阿蘇のいいところだと思うんですけど、街中こう日中運転しててもですね、すれ違う人すれ違う人が結構青年部だったりとかですね、はい、だからそういうネットワークが急に広がったので、それが一番良かったですね、はい、そうですね、僕は何 その先入観も違和感もなしに青年部に入ったのでですね、で、知り合いが全くいない土地の中で青年部に入ってからたくさんの友人知人ができて、先輩もそうですしですね、一気にその人脈が、青年部現役と OB 含めてはもう100人以上が顔見知りになっているわけですので、だからもう入ってよかった以外のことは何もないので、だからもしですね、阿蘇に移住を考えてらっしゃって、なおかつ商売人としてですね、この地に暮らしていくことを考えているなら、もうぜひぜひお勧めしたいですね、はい、
はい、自分がこうしたい、ああしたいっていう物事を実現できるような環境に身を置きたいと思っているの でまさに今やってる仕事がその通りなのでですね。であとは僕は創業から何からですね、もうまるでやったことがない初代なのでですね、まあ、全部一人で悶々としながらやってるんですけど、まあ、やりながらも常に挑戦してる意識を、ちょっと持ってですね、で最初はちょっとちっちゃいお店ができればいいなっていう、そのちっちゃいっていう足かせを自分で勝手につけてたんですけど、でやりながら3年経ってですね、これなんか違うなと、地元の先輩とかで大きくされてる方を見てですね、もっともっとそのちっちゃいっていう単語を取っ払って、もう何だったら熊本一、九州一っていうですね、そういう規模感でこれ今後は仕事に取り組めたらなと思ってます。はい。